でもこれ最初ゼロだからな。これコメントどうやってみる？これこうだ。来た。でもまだゼロだからどんぐらいいるんだろう。こんばんは。こんばんは。やっほー。どう？どない？どない？調子どない？どないの？耳くにショールームだよ。イエーイ。あ、なんかピュッ。ねえ、ずーっとゼロ。本当にそんなもんじゃない？見てます？ね、ピュッ。ね、ここピュッってなって。何この毛づくろいして。誰も見てないから。誰も見てないから。まだゼロだから。見てないから、ね。どうなってんのここ。ここが。待ってた。何これ。こっちか。ね、やだ。こうだ。うん。あ、星のせいでちょっと。オッケー、ありがとう。いえいえ。こんにちは。こんにちは。影山です。高橋です。ゆっくりです。よろしくお願いします。あ、今日はマジで何も考えてません。いはい。なので無計画。そう、無計画だから皆さんのコメントと一緒にいろいろ話していきますよね。はい。おお、来た。5800人。不思議な組み合わせだって。え？不思議なの？不思議なんですか？そう、コンビ感ない。もしかして。ちょっと悲しいな。ちょっとアピールしてきたつもりだけど。ああ、行こう行こう。こんばんは。みんな挨拶してくれてる。こんばんは。こんばんは。嬉しい。ね、今日土曜日か。ね。本当にもう今日マジで6回ぐらい。本当にもうって。生きるのが苦手らしいです。そう、あの、ね、っていうのを今日何回も目撃しました。その様子を。あー、言っちゃう。いずれね、そうそう、お話するかも、ね、アンケートに書くって言われました。うん、あ、そうなの、下手なの本当に。なんかね、何？忘れ物とかね。お姉ちゃん見てます。あ、お姉ちゃん？うん、姉ちゃん。言ってました今日。休みだから見るわーって。そっか、今日土曜日なんだもんね。そう、だから見てくださる方多いかな。だといいな。ふん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 。コメントどしどしください。お願いします。カチューシャおそろい、イエス。これはあの私はこれお誕生日にもらったんですよ。もう一個ねあったんですけど、これは影さんとおそろいで、そうおそろいなんです、ね、いただきました。それをね、見ぐりでつけようって思ってたんですけど、クリスマスぐらいに思い出して、でもクリスマスってクリスマスの格好するじゃないですか。いや今日しかねえと思って、うん、つけました。ない。頭見せる。そうなの。でもう一個の方をクリスマスだけはつけてくれてた。そうです、当日。そうキラキラ。あ、そう、それが可愛すぎて、そう衣装にね間違えるっていう。私があげたカチューシャがすごい、何ちょっとキラキラ、うん、パールみたいな感じの、うん、おしゃれなさ、カチューシャな感じだったから、で全然あれ M ステですよね。M ステであのクリスマス衣装着たじゃないですか、うん、あれでみんなすごい髪飾りをつけてて、それを持って帰ったと思って、私が盗んだみたいな。本当ね、それってみたいな感じ、うん、すごい真剣な感じ。違いますよって盗むわけないのに。そうそれが面白い。おしゃれ、ありがとうございます。おしゃれすぎて私のプレゼントがおしゃれっていうことになったんだね。そういうことがありました。そう、くんちゃんきっかけでお日様になりました。嬉しい。1万人突破、早い。ありがとうございます。こんばんは。皆さん今何してますか？今日は仕事とか学校ありましたか？聞かせてくれや。どうなんだろう、夜ご飯食べながら見てる人とかいるのかな。確かに、あ、今ご飯食べてるって言ってたよ。嬉しい。私たちもね軽く食べてきました。はい、一緒にご飯食べてきました。仲いいかよ。仲良しアピールかよ。ね、いや、そう、たまたまです。たまたまじゃない。もう何回も言ってます。間違いない。
なんかもうね、エピソードとかで求められたら私ほんいっぱい出てくる。確かになんか、そう、影さんがあんまりプライベートの話をしてる印象がないから、うん、私がこうね言わないだけでいろんなことがあったいっぱいいろんなことがありました。そうだっけ、焼肉とか美味しかったよね。ね、去年、あ違う、もう2021年か、2021年の年末2日連続で遊んだし、呪術廻戦で、呪術廻戦で年始もね遊んだり。え、呪術廻戦ともう一個何だったんだっけ。1日目に鍋、あー鍋行って懐かしい。え、待って、それ2021年なの。そうです、あれが初めてかな、初めてのご飯で。そうですよ、それ次の日待ってんの。そう、次の日に映画見て仲いいよね。そうなんだ。そうですよ。え、怖いね。ね、怖くなった今。そんな前なんだと思って。変わんないよ、三国は背伸びたんだよ。でもね、あ、そうだ、170です。 170.5 とかピッタ、ピッタですね。え、大きくモデルさんやん。いやいやいや、雑誌とか読むの。雑誌普段でもその、え、おしゃれさんやん、おしゃれさんやん。今ね、あの、あ、あ、なんでもないです。あ、危ない危ない。おしゃれさんやん。いやいやいや、でお洋服とかをどこで見てるのかな。あー、でも私お洋服っていうかメンバーが出てる媒体、うん、結構見てて。結構専属モデル。そうですね、とかいるよね。今ウェブとかで見れるじゃないですか。見れる。そういうの見たりとかします。好きです、普通に。あと YouTube チャンネルとかね。 YouTube あるんですよ、その雑誌の。あー、なるほど。チャンネルとかがあって、そういうの見たり。そうだ、あや姉さん、そう見てたわ一時期。すっごいいっぱい更新してたから見てたな。そういうの、そういうのあったらいいの ね。そうやん、せっかくだから今日はじゃあ何やりたいことを話していこう。年始ですしね。そうそうそう、年始っていうあれでもないけどもう1月も終わりますけども。1月21だ。今月頑張ってるな。え、それ何違う、今ここ暑くなっちゃう。ここあったかいよ。ロックガイのポーズしててきた。私それ読まないようにしてるから。インスタフォローしたよ。で、もう私がさっき見た時は59.6、うん、でした。もう目前60万人。ぜひ影山優香オフィシャル、よろしくお願いします。いつかやるよね、大人になったら。大人になったら、じゃあ大人になったら言います。三国もいつかね、フォローよろしくお願いいたします。はい、しょ。ゆうか寝てるか。だって寝てるよ。寝てるよん。ゆん、僕にも寝ろ。夜更かしさんじゃない。でも、え、そうですね、3時ぐらいまで起きてます。何もしないで。あ、ゲームしてますよ。スプラトゥーン。最近メンバーいないんですよ、ゲームしても。メイもいないの。いないです。そう、ずっと2人だけ残ってたんですよ。メイとメイさんと残ってたのに。そう、スプラトゥーンが日向坂でめっちゃ流行って、それこそ私とか、あまり普段めっちゃやり込むタイプじゃないメンバーとかが初めて、うん、で初めてハマったゲームがスプラトゥーンっていうのが東村メイなんですけど、うん、そのメイがね、ずっとやってて。そうなんです、もういつオンラインしてもいたんですけど、最近はねちょっと出会えなくて。そうなんだ。一人で黙々とやってます。めっちゃやってますよ。超うまい。いや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 、で意図的に私をさ、やねえ攻撃してくるから。違う、それは敵だったから。敵だったからね。やってんなってよく言ってたもん私。可愛げ、可愛げらしく、よし、ふふふ。スプラ、スプラスってさ1からやってた。私3からです。意外と3からやっててそんなうまい。新参し、なんていうの、新参、新参者、うん、っていうんですか、うんうんうん、なんですよ。え、そうなの。私も一緒なのにそんな運転のさ。でもなんかそのスイッチだけじゃなくてゲーム歴って結構あるかもです。 DS、 DS
が初めて持ったゲームなんですけど、私もスーパーマリオとかマリオカートとか、あれはヨッシーアイランドやってない？あー知らない、いやここにギャップはないと思うよ、2歳だから、うん、そう意外と2歳差なんです、意外と2歳差、そうそう1期と3期だけど意外と2歳差ですね。えヨッシー、あ分かった、これ絶対やってる、とんがり帽子と魔法の店、知らないえ、あれはわがままファッションがあるこれ同世代湧いてるんじゃない？ほらヨシアイランドやってたって、ほら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 、え待って私はわがままファッションだ、わがままファッションダウンロードでしょマリオっていうさ、チェックしていっちゃおうよ、待って超懐かしい、嬉しい、私こういう懐かしい話大好きです、わかる、嬉しいわ。え何やってました？ DS 世代の人、あとリズム天国、リズム天国はゲーセンでやってた。えゲーセンあったんですか？えゲーセンが始まりじゃないの、あれ えちょっとさ存じ上げないの、 DS しか、あのさ玉ねぎのひげを抜くやつ、ヨンヨンヨン、わかんないの、えこうあれあの二重巻きになってるやつが、うん、その長い毛だから長く押さないといけなくて、短い毛はピョッ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 ってやつだから私はそれをすごいずっとゲーセンでやってたわけよ。 DS あったっけな、え絶対わかりますよね、ちょ玉ねぎのひげを抜くね、どう玉ねぎのひげを抜くやつあるよね、わかるわかる、ほらどれに対してわかるって言ってくれてんのかかね、ゲーセンでやってたって、ほらあったあったって、ほら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 、あーマリオパーティーね、マリオパーティーね、スイッチのも楽しい、よくやります、パーティー、友達のカセットパクって私も友達の家でしかやらない、そうそうそう、1人だとやんないけど、あ DS、 あポケモンやってた、私1回も通ってないんですよ、うん、よく驚かれます、ダイヤモンドパール、そうなんか見え食いでなんかダイパリメイク買ったみたいな聞かれたけど、うん、あ通ってなくてって言ってちょっと気まずかった、そうなんだ、めちゃくちゃハマってて、私ポケモンセンター入り浸ってた時あるもん、ポケモンセンター開店前最前列みたいな日だったガチだ、有楽町の、まあ、あった、移転しちゃったんだけど、そうなんか試合で、でもポッチャマとか世代ですよね、その世代、世代、そうそう、そポッチャマと、そなんかその次、あとミジュマル、ミジュマル、あそうそう、その次の世代、そうそうそう、ね、そこら辺は知ってますよ、スタージャとかね、そうそう、シェイミーとかね懐かしい、なんかポケモン知らないくせに、あの歌はわかります、キャラクターのやつ、ミジュマルデレデレデレってっていう、なんかそれあれやろ、あの歌あって初代の方じゃないやつでしょ、わかんポケモンラララ言えるかなじゃない方のやつでしょ、違う、うん、2個あるんですか、えだから私もうにわかだからラララ言えるかなは初期でそれはそうなんや、なんて名前なんだろうね、わかんない、まあ、とにかくポケモン大好きだった、うん、今もね、あの私勉強机あるんですけど、うん、あそこにねスイ君のフィギュアとかね、フワライドのフィギュアが置いたの、スイ君ね、勉強します、ギアギギアルギアルギギアルギギアル、あれえ進化するあその曲であるよ、違うかな、そうなんや、ちょっとポケモンじゃなくてゲームの話楽しい、え逆に何やってた、あ、分かった、何、たまごっち、あーやりました、 DS 版、え DS 版あるんですか、えプチプチお店っちとか、え私たまごっちシリーズはめちゃくちゃやってる、なんかその DS の初期のそのお店っち系と、うん、あとなんかね探偵とかになれるやつあんのよ、私首からかけるあれしか知らない、だって私しか知らないの、私めっちゃゲームやってる人やん、知らない、プチプチお店っちとか、名前なんだっけ、そういう系なの、なんだろうゲーム、うん、あれやってました、あのナメコが流行ったの覚えてますか、あナメコももうそれはさアプリやん、え DS のカセットがあってパズルゲームみたいな、えあったんですよ、うん、でナメコ大好きでした、めっちゃ栽培キットアプリもやってました、アプリしかして知らないし、アプリはやってた、めっちゃ懐かしい、ナメコね、めっちゃ集めてたわ、金みたいな、
あとなんか消しゴムに穴が開いてて、うん、あのちっちゃい消しゴム入ってたりなんかありませんでした私たちが小さい時とか、あのこんぐらいの消しゴムを詰めれる瓶とか、うん、え、わかんない、あこんぐらいこういうなんかちっこい消しゴムを、え、なんだろう、セルフで詰めていいよみたいな、詰めていいよみたいなのがあったんですよ小さい時。いや、わかる人いるのかな、あ消しゴムあったのってね、そう、あ恐竜キング、恐竜キング、虫キングじゃなくて虫キングと恐竜キング、え何、私あの結構そのなんかかっこいい系の女の子だったので、うん、自分ね趣味がね、うん、そうそうサッカーやってたりとか、うん、もう虫キングはめちゃくちゃやってたし、うん、もう虫キングのカードなんてあのね DS にさ、うん、あの、うん、その辺をやってシュッてやれるやつあるんだけど、うん、それのカードやりまくってて、うん、そうそう、もう何コンプリートしまくってた、何回も同じな初期化して、それで言うと私はラブビリだな、えそれもわかる、うん、だから虫キングなんか隣にあったりしてゲームセンター、ね、地元とかね、なんか虫キングって何するんだろうと思って、虫キングはグーチョキパーでよくないよ、それはよくない、それはよくないじゃんけんってこと、えそうでしょ、じゃんけんそうでしょだからそのあのヘラクレスオカブトとかコーカサスオカブトとか、うん、まあそのミヤマクワガタとか、うん、なんかそのグーが得意チョキが得意パーが得意とかあるわけよ、その、あの虫に、虫自体にで、あの付属で付けられるカナブンとかがいてカナブンをつけるとちょっと行動が速くなるとか、なんかそういうのがあるのよ、そう、すごい、それで相手が得意なやつ、相手がまあパーが得意なやつだとして、うん、こっちがまあグーが得意なやつとして、相手が得意なのを出してくるか自分がちょっと弱いのを出してくるか、まあ、得意なやつだと相手により攻撃与えられて、弱いやつだとちょ弱い攻撃なんだけどっていうのがあって、まあ、結構やり込み要素があるわけで、 DS だとストーリーもめっちゃあってストーリーそうなんか闇落ちしちゃうの相手のやつで、その昆虫が目が赤くなって相手の昆虫はで、それの洗脳を解くみたいなやつ、そうそう、そのRPG みたいな感じだったの。なんか長年不思議に思ってたことが解決しました虫キング何が楽しいんだろうそんなゲームだったんだと思って確かにガチって感じそれで言うと恐竜キングもそんな感じ、なんか、はい、恐竜の、まあ、謎を解いていって、恐竜闇落ちするんですか、なんかそう、悪い恐竜と相手の恐竜、悪い恐竜で、まあ、それを倒していくみたいな、そんな感じなんだ。あとゲーセンの同じ系でごめんなさいなんだけど、ゲーセンだけのやつで、うん、あの猛獣を戦わせるやつ、わかる、ライオン対何それ、なんかアリゲーターみたいな、何それ、釣りしか知らない釣り、釣りめっちゃこうやって巻くやつ知らないですか、あえそれメダルゲームじゃなくて、メダルかなんかめっちゃでかい台みたいなのが、えあのさ、あの魚が泳いできてさ、そうです、たまに大物注意みたいな、そうですそうです、あめっちゃやってた、魚よくやって、あアニマルカイザー、そうそうそう、へえ、なんでみんな知ってるの、すごいね、いや違う、私が結構ゲームやゲーマー、そういや歴長いっすね、やっぱそうゲーム歴ゲーム歴が長いから、そう、あ Wii とかは、 Wii 持ってなかったけど、そう友達の家とかでやってました、ね、そうなの、 Wii なんだ、Wii もね釣りやっていましたね、 Wii パーティー楽しかったな、あ、わかった、あやってなさそう、柔らか頭軸、知らない、あーなに Wii ですか、うん、まあ脳トレ系、そう脳トレ系、何やってたかな、動物の森めちゃくちゃやってた、それも一回も通ってないです、大晦日にさ、うん、おじやの金つかずにさ動物の森の花火を見るためだけにさ待って、みたいなタイプだった、え、なんかないの？ゲーム？ゲームですか？うんうん、え、私なんかゲーム好きとは言いつつ、なんだろう、Wii も Wii U も持ってなかったんですよ。だからスイッチがめっちゃ久々に買ったゲーム機で、だからそれ Wii とか Wii U の記憶が、うん、なんだろう、友達の家でやったぐらいしか記憶がなくて、うんうんうん、スマブラとかですかね。でもスマブラしてました。スマブラね。それこそスマブラが友達の家で。うん、めっちゃ下手、あのもう典型的な、まあ、カービィとかメタナイトが好きだったから、うん、メタナイト使って端顔をしてあの上がれない、私も下手だから人だった、ちょっと何とも言えない
モンハンは友達に借りてやったことあるかも。意外とやってるかもね。なんか私モンハン通ってないやつね。すごカービィめっちゃやってた。あいや通ってないです。カービィの何エリールぐらいの世代の時のやつなんだけど名前出てこないな。そうそう、まあまあまあいろいろやってますね。確かに。でもスプラやってほしい。やりたいです。ない、やってほしい。にあ、うん、明日か、明日あれですよ、ひなちょいゲームクイーン決まります。あひなちょいのゲーム会やってる、ね、そうです。一応あの一応プレゼンターやってて。あえプレゼンターも一緒にやるの？そうです。プレゼンターして、え優勝しそう。結構なんかゲームガチ勢みたいな、うん、集まってるので。その中の1位が決まるの？見てほしいね。それ多分予告でもあったかな。スプラもやるんで見てほしい。ゲーム番組行ってください。ゲームやりたい。お願いします。でもマジでビクニはもうこれからやれることいっぱいあるじゃん。ね、やだ。何モデルさんとかさ、ゲームとかめっちゃ嬉しい。ちょっと顔赤くなるんでやめてもらっていいですか？楽しみじゃない。みんな友達コレクション懐かしい。懐かしい。歌作ってた。私も前歯が止まらないって曲作ってた。めっちゃ気になる。あのアイドル風のさ選びますよね。演歌とかアイドルってやつ選んで前歯が止まらないって一押しの曲。ミリオンセラーだった。あるある作ってました。あのあれ RG さん、うんうん、みたいにあるある言いたいってずっと言って、うん、最後にあるある言うみたいな歌を小学生で作ってました。いやめっちゃいいな。それ RG さんだな。今見たいな自分のトモコレどうなってんだろう。トモコレ自分だけさ、うん、カンストしない地域がすごすぎて自分にちょっと自分にずっとステーキあげる。私なんか当時ルームランナーが欲しすぎて、あのリアルで、はいはいはい、だからめっちゃ 走るの好きだったんですけど、うん、ルームランナーが欲しすぎてトモコレ内でルームランナーめっちゃ見ました。あったわ変な服とか ね懐かしい。でルームランナーはゲットできたの？してないです。あらなんかあのね下に響くってことを小学生の私は知らなくて。ああなるほどね。この年になってね現実的に無理だってことに気づきました。うん早いよ。コメントが早いよね。ありがたいことに。ユニバ行きたい行きたい。私行ったことないの。え生まれてこなかった。え行きましょう。本当に東京から出られない人で。えそれでも興味はあるってことですよね。行きたい行きたいけど本当に日本で行ったことある場所が少なすぎて、特に意外かも。関西は仕事除いたらゼロ。あまあツアーとかで今行ったけど。そうだからその京都とか大阪とか福岡とか行くやん、うんうん、じゃなくて一歩でも出たところが一個もないの。えだからなんかこの前鳥取結構珍しい。鳥取がもう初めて関西。じゃあ初めて西日本かだったの。超成長。そうなの。アクティブなイメージ。そうそう修学旅行シンガポールだったからさ。え高校ですか？海外行っちゃうんだ。そうだから日本知らせてと思ってた。うんだからさなんかそれこそクイズ番組とかでさ、うん、なんかご当地の問題とか出る、うん、出ますね、うん、それがね苦手っていうか知らないね。いや知ってますよ。知らないのよ。知ってます知ってます。それ勉強しなきゃなって。そのなんかさ行ったら覚えるじゃん見たことあると、うん、あとは そこの歴史とか。これご当地料理ありましたよね。えなんだっけ。なんか通信みたいのするとなんか輸入してきて港みたいなところで。あーごめんあんま友達いなくて。あはいなし。ユニバ行きましょう。行こう行こう。私今すごくユニバへのモチブが高いの。あそうなの。絶叫あれこの間そう行ったんです、うん、絶叫行きますよね。絶叫行けるよね。目にまつげ入ってる。なんか目がこれだ。ありがとう。
フライングダイナソー乗りたい。何それ。あのプテラノドンになるんですよ私たちが。なるほど。そう飛ぶんです。こう頭から行く感じです。うん、うん、翼竜に進化できるのね。めっちゃ楽しかったです。影の目が眠そう。私いつもこの顔じゃない？そう私ね、すんごい眠そうって言われるの。なんでだろう。いやそれはね分かるの私の自分で。そのまぶたの上の筋肉が弱すぎて目が開かないっていう眼瞼下垂もどきみたいな。そうそう。だから普段例えばまあ日内とかでさ、うん、ずっと収録カメラ回ってるじゃん、うん、で皆さんがまあこれぐらいこれぐらい、うん、これぐらいに見えた時私の体幹ね、うん、これもう必死。それぐらいにしないと目が開かない。だからねなんか普段これぐらい頑張ってますそう生きるだけで頑張ってるの私。頑張ります。あ、頑張ります。あー最近見てない。可愛くない実写のさ。うわーいました。ね、歌ってのオリコンさんとかのさ、ね、動画見てさ私毎日見てるのなんかそのなんだろう会見みたいなとこでその4人いました。6歳6歳7歳9歳が並んでなんかなんだっけお稽古の前になんか遊んだりしてみたいな。あーやったねみたいなみんなで言ってても可愛いと思って。この間あの歯が抜けて初めての歯だってそれでオーディションの当日も受かってあこれは頑張らなきゃなと思ってでうわーみたいな。もう何年前歯が抜けるなんて。もうそんな私さいいあの何公園でさ、うん、あのアスレチックがある公園でさ、はい、あのめっちゃ並んでて週末で人気で、うん、その上に階段で上がってアスレチックからこう滑り台滑るみたいなのなんだけど、はい、その階段の途中で歯が抜けたことがあってでも絶対にここで降りたら滑り台また一から並び直さなきゃいけないからあのその滑り台の上から歯投げたことえそれ どうしたんですか。歯えどだからどっかに歯取っとかないタイプですか。取っとくんだけど、うん、そのポッケなくてでその歯を戻しに行くか、うん、そのもう投げるかしか私の中になくて投げたっていう。投げないね歯は投げちゃダメだからそこから目が生えて影山の木がなってる多分怖い。だからすごいそれでね癒されてるの歯じゃなくてねアーニャちゃんで楽しみ見に行くの。見に行けるかな。いつの間に2万4000人います。 ありがとうございます。頑張ります。お出かけする。早いね。早い。ありがてえです。なんかキラキラしてる私なんで、ね、今日のメイクのポイントは何ですか。メイクのポイントですか、はい、なんだろう。なんオレンジオレンジオレンジです。気分でオレンジです。私は10分見ね超早かった一瞬。私もともとしてきたんですけど直してたら終わってましたえみたいな思ったんですかみたいな何やったっけ。まつげ上げてアイシャドウ塗って、うん、アイライン塗って終わり。マジで変わんないんですよ。あと乳液塗ったよ今乳液塗ってたんだあれ乳液あれ乳液だったんだ。白いやつ下地かなとか思ってたけど乳液だったんだ面白い。おすすめ漫画教えて。おすすめ漫画私ちょっと最近は少女漫画が好きなんですよね。少女漫画好きで。そういうブームがあるの？いやなんか少女漫画って多分スパンあそんなことないわ。な嘘です。多分もうすぐ最終巻が出ちゃうんですけど、二人で恋をする理由っていう漫画おすすめです。少女漫画好きな人は。二人で恋をする理由？はい。どんなやつ？もう
もうあのよくある高校生のお話なんですけど、うん、なんかもうなんか絵が好きで私は絵から入って、今見て、あ可愛い、はかないね、絵が表紙、表紙とか引かれて買ったんですけど、普通に面白いので、あとなんだろう、ジャンプとか漫画、最近はでもアニメの方が多いです。アニメ見てます。チェンソーマン見てます。今どこまで行ってます。私漫画でしか知らなくて、あでも言っちゃ、あんま言わない方がいいかな。ジョダニーン、ジョダニーン、ミクニはどんなお仕事してるとこみたいですか。コメントね、うん、一緒に飲みます。何が見たいんだい。モデルさん嬉しい、頑張ります。モデルさんがいっぱい、頑張ります。あラジオ頑張ります。やりたい、やりたい、ラジオやりたいの。なんか最近気づきました。何が。なんか去年ん2022年の夏に、うん、あのこのかさんのラジオで公開収録したり、あやってたね、あといろいろあやちゃんとのやつ、そうです、いろんなメンバーと日向日でも話したりして、うんうんうん、ラジオ楽しいって思って気づきました。なんか私今までそんな会話、自分を面白くない人間だって思いすぎて、うん、会話楽しくないって思ってたんですけど、うんうんうん、ラジオしてたら楽しくなりました。ほっと一息呼んでください。いやい、来てくださいよ。ねえお願いします、ね、来てください。行きますよ、全然行くのに。そう、私の会にばっかゲストが来てくれるから。パニャンニャンダ、ありがとう。パニャンニャンダラオス語で頑張ろうってやつです。ラジオいいやん、なんかそういうのあったらよね。多分ね、そう、あのファンの皆さん あのこれが見たいとかいう意見がね、あの私たちは投資してくれるので、ぜひ感謝、感謝です。今日のね感想とかも教えてください。後でブログ書きます。写真も撮ったので。かげさん、あー撮った撮った、ごめんごめん、何のって。今日誕生日です、おめでとう。コメント、あーおめでとう。ちゃうやんと思っちゃった、今目に入っちゃいました。あ、オッケー、遊びに来たよ。なんか二人でのラジオもだってなくないですか。初期はあったけど、なんかでやってるね。日向日も、あとユーパラ時代、ユーパラで、そうだ、でからないですよ多分。ほっと一息だね。うん、ほっと一息ゲスト呼びましょうって言ってて、呼びましょう。そうそう、さやちゃんとこどうすかみたいに言ってるの面白そう。そうそう、なんだっけ、メッセージの何でしたっけ、おしゃれな、おしゃれな、そうだ、へえ。フューチャレって何。フューチャレはフューチャレは私が、あの私ミクニを英語にしたら、まあフューチャーとリンボーじゃないですか、うん、で一部の方からフューチャレって呼ばれてたんですよ。あ、そうなんだ。割と自分でも気に入ってて、フューチャレ、そうです、言いにくい、あごめんなさい。フューチャレ、フューチャレ、まあ使いたい方はぜひ。あ、なるほど。フューチャレ慣れないな、なんか慣れないの。おいミクニ友達誰ですか。面白い、似てるんだね。気に入ってます。ラジオ毎週聞いてますって。ありがとう。来週は私だよ。違うか分かってない。え、クミさんが2回やったよね。はい、じゃあ来週は私です、うん、お願いします。暗くなりました。そうなんです。いや、そう、暗くなりました、お互いね。そう、
見せ合う気持ち悪い髪をこうやって近づけた気持ち悪い暗くなりました。暗くなりました。冬は暗くしたくなるんですかね、わかんないけど。私は茶髪の人気がありすぎて、うん、明るいの好きです。嬉しいです。まあこれも抜けますしね、次第に。確かに。でもこれもいいかなって、うん、いい色すぐ乗せられる。ぐいちゃん右手どうしたの。え、確かにこれダンボールで切った。あダンボールで切って、その後に5分後にあの台本の紙でここ切りました。あの、なんかわかんないけど、私本当に皮膚が全体的に薄くて、うん、あの去っていくと確実にバンバンバンってね、こんにちはこんにちは、かわいい言い方、そうそう、こんにちはってなっちゃうのよ。そうなの。まあもうね、もう剥がせるぐらい、剥がしませんけど。うん、あ、よくわかんない。あれ、これ正しいのかわかんない、こうだ、すごい、うん、あれこれかな、1個目確かに、ねねねね、めちゃくちゃ別にいいと思う、うん、すごいね、もう忘れちゃった。まつげなんかみみちさちっちゃくない、そんなことない、なんかでも小さいかも、なんか比率がおかしい、おかしくない、かわいいね、こんないよりはね。これ誰かメンバー見てんのかな、見てないよ、後輩とか見てんのかな、見てないよ、見てない、見てるな、今日なんかしてんじゃないこの時間。あ、確かに、うん、なんかしてそう、してそうよ予定見てる、予定見てますミーパンの舞台、あ、行きました、うん、見ましたよ。やっぱかも、そっか、もう見れないか、超楽しかった、超楽しくて、なんかみんな見れないかなと思って、うん、あ、でもあのひよたんの方はね、あの配信ね、そう配信あるって聞いて、お、これはいいやんと思って、ポリポリ超楽しかった、手叩いて笑ってましたもん私そんな人いる劇場にそんな人いる、しかもあのちゃんとご本人にね後で確認は取ったんですけど、私も見つけてもらえて、うん、なんかお芝居中にこうやってやってて、うん、で、はぁみたいになって、で、私ですかみたいなこと言ったら、うんうんって言って、かわ、嬉しかった、めっちゃさ、落ちるよね、うん、ってなるの、あ、これは私だって、うん、確定だってなって嬉しかったです。そう、見る側やるの大事だなと思ったもん、うん、昨日今日、多分今もね、頑張ってる最中だと思うんですけど、夜公演か、舞台ほんと大変だから、本当にすごい、ミーパンを久しぶりに見たもん、確かに今年初めて見たかも、そうかも、これからまた会うけどさ確かにね、うん、大変、大変だと思う、ね、みんな大変、それぞれ頑張ってほしいです、頑張ってますので、皆さん追っかけてください。私も今月はなんやかんや頑張ってるな、言えるのありますとだよ、来週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 水曜、あれ昨日写真送ってくれたのはまだですか、あ、なんでもないです、にゃにゃん、そう、ここ切ったやつをさ、うん、その収録毎回さ、スタジオに入るために、うん、あのアルコール消毒するんだけど、うん、わー痛そう、すっかり忘れてて、昨日絆創膏買ってなくて、うん、やばい、シュッてやって、巻いてっていうのを5、6回繰り返した、学ばないの全然、だから生きるのが、そうそう、絆創膏貼ればいいのに生きるの苦手だからシュッて入ってってなって、毎回1日ずっと繰り返して
東大王って言えば東大王一緒に見ましたよね。見た、懐かしい。覚えてます？え、私出てた回だっけ。いや、いない、あれ分かんない。なんかあの漢字のオセロのやつを あの私がね頑張ってたんですよ、うん、もう絶対知ってるからもう言わないでくださいって止めて見てました、うん、一緒に解いてました。そうそう、黙らされてました、うん、私は楽しかった。お着物料理してた。当たったらすごいって言ってくれるから。え、すごいじゃんマジで。すごいってくれるから。お前天才じゃん。乗せられました。いやいや、褒めるの大事だから。いやいや、私もそれで成長してきた。楽しかった。そう、知らなかった東大王が関東ローカルってこと。え、そうなんですか。西遅れとか東遅れとか。あ、そうなんだ。ところもあるらしいんだけど、やっぱ東大だから分かんないけど、びっくり。それが最近で一番びっくりしたこと。私も知らなかった。早い。かわいい。なんでやめちゃうんですか。かわいいと思ったから。うん、仲良くなったきっかけは、え、なんかあります？なんかこれってもの別になくない？ずっと一緒にいたから。うん、私だって初めましての日車一緒だった記憶ありますもん。そうそう、二人きりで。そう、泣いてなかった？本当に本当に、ね、その説はごめんなさい。ここがね、二人で会うと大体三国が泣いて帰るんです。私が泣かせられて、私がめっちゃ悪いやつみたいな。泣かせられて違いますよ。一人で二だよ。おおってなってね、私毎回溢れてくるものがあって。そうそうそう、初期からそうでした。変わんないです。確かに2020年からそうじゃん。そうですね。やば、ほんと迷惑な後輩。違う私がねちょっと、うん、響く言葉すぎちゃう、うん、分かんないけど、いろいろ経験してきましたからね。いろんなことをね、2歳しか違わないのに、もうなんか人生2周目。え、でもさ、これどう、これ隣に並んでたらそんな変わらんくない？ね、若く見える。ほら、こう私たち高校生いけるかな。いけるよ。いけます。今黒いもん。そうです、確かに、うん、だから変わんない。え、どっちの方がお姉さんに見えますか？かげちゃんが幼いから同じくらい。おう、ミクニンが多い。身長じゃない？嬉しいのか。いや、大人っぽくはなりたいよ。まあ確かに。私はね、わかんない。大人。あ、ミクニン多くない？ミクニン。ちょっと待って。待って。多くない？嬉しい。それはちょっと先輩の。私は次第に年齢が追いついてくるはず。見た目に対して。あ、大人っぽい？私も大人っぽいって言われてたよ。だって。顔マジで変わんないもん。うん、顔はそう、本当にもう変わんない。顔は変わんないけど、なんか隣にでかいのがいるから、やっぱりサイズがね、こうね、こう並んだ時にね、前に行かないで、前に行かないで。ほら、カタカタカタ。怖い怖い怖い。似てるね。似てはないでしょ。似てはない。面白い。あ、アンケートってやんの？何それ。え、どれ、これ。あ、そうそうそう、投票ってやつですか？な、何か、あ、なんか多分、あれ、あ、ごめん、どうしよう。何も言ってない。ちょっと待って、どうしよう。待って、どうしてるの。一回やめましょう、一回やめましょう。位置が多い。ちょっと待って、これまたもう一回できますね、多分。だから1番は何で、何、2番が何でとか分かんないよ。でも口頭で言わなきゃいけないんだと思います。で、その見てる人に1番か2番どっちがいいですかみたいな。なんかあります、質問。だから三国かわしかってことなんじゃない、うん、あ、じゃあ影さんの、あ、でもさっき1は塩だったから私1にさして。はい、いいですよ。じゃあ私、なんだっけ質問は、どっちのがお姉さんに見えますか。お姉さんだと思う方を選んでください。1が私で、2がミクニ。
用意ドンドン出てる。こう、こうか。おお。だってさっき一瞬でさ1が96パー入れてくれたんだ。これは有利だ。え、待って、もうこんな時間。怖い。怖っ。早いね。早いものです。いいですか。でもいいよ、終了します。いい。おっしゃ、これ嘘だ。95%。私イエーイ。こんなよ、私 4%、 そんなことある。ああ、え、何なのこれ。へー、初めて使いました。さ、コメント欄はさっきさ、うん、これさっきの結果って言われてる、ね、それさっきのだよ。なになになに。あ、これだ。あ、勝ってるよ。あ、私が勝ってます。やった。え、これみんな見れてるの。これ多分こっち見れてます。イエーイ。 63% 大人です。ねえ、しかも上げて落とされたんですけど。これ違うよ。これさっきの、ね、みんなひどい。みんなお姉さん、みんな私のこと好きだったらそれスルーしてくれたはずな。お姉さんです。ミクニー勝利です。かわいい。おやすみクニーって言われてるよ。メッセージ見てくれてるのかな。あ、そういうこと。もう寝るんじゃない。早っ。早すぎない。7時46分マイケル。可愛いなってよかったね。あなたですよ。やっぱりさ、ひないとかでもさ、ミクニの笑い声響く。じゃあ私なんか声量バカなんで、うん、うん、そうですね。なんか私がよく言われるの、うん、笑い声聞こえるって。うん、言われるときに、いや、ミクニの方が大きいと思いますよ。同じぐらいです。なんかもうそのワイプとかのリアクションも、あと結構張り合いなくらいこう大きい組だから、うん、顔に出ちゃう。ずっと喋ってるから適当なこと、それどうなのみたいな。そんなことないだろうとか言って。私もブツブツ言っちゃうから。面白い。3万人、おー、ありがとうございます。 こんなね早い時間の中見に来てくださってありがとうございます。可愛いですね、マジで。一瞬、ね、一瞬だね。さっきだってここに来る前もずっと喋ってたんですけど、ずっと喋ってる。私たちずっと会ってからご飯一緒に食べてる時もずっと喋ってたのに尽きないものですね。ずっと。あ、これあれ、あれですよね、アールカップポーズ。ありがとうございます。これから流行るんでね。知ってますよ、ええ、伸びしろがあるポーズ。早いな。わかんない。みんなさ、何時ぐらいが見やすいの、こういうのって。あー、何時だろう。今回ちょっと早くやってるやん、うん、で、だいたいなんか9時とかも多いやん。私は夜更かし気質なので10時11時とかですけど、朝7時って。でも本当にご飯食べながらとか私動画見たりするので。確かに、ちょうどいいかも。私的にはちょうどいい時間帯、うん、8時9時多いね。あとね、朝多い、やっぱり。中学朝ってできるのかな。できないよ。ダメなんだ。ごめんね。すいません。すいませんね。ごめんね。質問コーナー、イエーイ。ちょっとだけラスト。そうですね、5分今日。あ、全然関係ないんですけど、うん、あの本当に全然関係ないんですけど、うん、影さんが、うん、影さんのインスタライブ見ました。見た方わかると思うんですけど、うん、あの紹介してた美容液いいですよ。あ、そう、買ったんですよね。どう？良いです。本当？トゥルトゥルになる。てか私は最近本当に毎日連絡取ってましたよね。
ね、とぼけないなんか虚しくなっちゃうから私が撮ってました撮ってます炭酸のやつ、そうそれでそうそう、いいなのトゥルトゥルってやつ、質問朝夜どしどし、コナンで好きな話、そう好きなものの一個絞るのめっちゃ難しい。でも清水寺はまあ最近だと胸キュン系だったら一番好き。でも私胸キュン系よりもともとミステリー、その原作ファンだから私、うん、ミステリーとかがずっと好きで、うん、あの仮面なトリックっていいか分かんないけど、その仮面のお化けが出るっていう回とか、うん、まあそのピアノソナタ月光の回とか結構好きで、あとはあの舞踏会っていうかあの文化祭の、あの新一が戻ってくる回、ナイトになって戻ってくる回とか結構好きです。清水寺はあれ日の愛で言ってたやつです。そうです、まさしくよく覚えてる、すごい。キュンね、キュンは好きなんで、あキュン系はね、キュン系ね。ミステリートレイン、そう月光は悲しいんだよね。そのコナン君っていうのが、うん、そのポリシーというかモットーというかで、うん、そのたとえ犯人だったとしてもその罪を償わせるまでは殺さないみたいな、うん、こう絶対に死なせはしないっていうポリシーがある中で、うん、唯一その加害者 が亡くならせてしまったっていう回があって、まあ、結構虚しかったりする。そうなんや。あとは愛ちゃんのお姉ちゃんが亡くなっちゃう時とか。お姉ちゃんいるんだ。いた、だけど相原さん、そうそうそう、クルーズ組の仲間にやられちゃうシーンとかねあるんです。ハウスダストを食べましたいや言われると嫌だなそう言葉にされるとすごい嫌だいやなんか可愛いか可愛く出ちゃったかなと思ってプラマイ取った。ハウスダスト吸い込んだウインクください。あ早すぎて見えなかったそうそうそう、うわすごい高度なすごいそれすごいよくわかったおお面白い下だって下の人俺じゃなきゃ見逃しちゃうよね。うん、うん見えてないんですか逆に。逆にね、うん、そうだよ、まだまだ、みんなちょっともう夜で寝ぼけちゃってるんじゃない、うん、うん、かわいそうにあと7分7分、本当だって言われたらそれやんなきゃいけないっていう十字架抱えてるから。 YouTube とか見ます？めっちゃ見ます。何見てんだろう。あでもそれこそ今旅行モチベーションがすごい高くて、うん、テーマパークの Vlog とか旅行の Vlog をめちゃくちゃ見てます。そういうのがあるんだ。あるんですよ。その例えばお顔出してない方でも、うん、その編集して出したりとか、うん、あ私今見逃さなかったです今撮れてた人いるかな、スクショしてる人いたら強い。そうそういうの見てます。あとゲームをやってる姿とか、うん、ロケとかいいじゃん。好きですね。好きではあります。なんかいろいろ言ってほしいの。でも食べ物食べるってなったら私ちょっと語彙のなさがバレちゃう。鍛えてこうよ。語彙が欲しい、語彙力欲しいんです。じゃあこのお水の感想言って、さっきの。なんかサラサラしてましたほらもうこういう空気になっちゃうから。でもこのお水はなんか難度が高いお水だからこう口当たりが良くてこういう中に優しさを感じる甘みっていうのが、まあやっぱりそのこう日本のお水ならでは、天然水ならではの旨味になってますよね。言葉いじめされた。言葉いじめ、言葉の足りなさでいじめられた。言葉です口から生まれたって書いてあるなんで私いじられなかったのね三国の味方がいるわここにめっちゃ面白い。無敵の食レポでもいいと思う。外映えしそう。なんかどういう意味ですか。リアクション良くて、まあ、スタイルいいし、びっくりした
あの笑顔がいいので嬉しい。そうそうそう、相当好きです。伸びてくる、私あとキャニオニングしたい。なんだっけそれ、なんか生身の体で川に飛び込んだり、やったやったやった、その特典映像系で、あ昔それ興味あります。楽しいと思う。もう私あの怖さが分からないです。むしろもう楽しそうすぎて、高いとことかから飛び、こうね、飛ぶのやっぱ内臓がキュッてなるよ。なるんですかね。あと痛いくない？あ痛いんだ。あの水がさ、当たりどころが悪いと。あでも私水には強くて水タイプかな違う、あの泳ぎは得意でして。あなるほどね、いいや。泳ぎ得意ですよね。3歳からやってます。育成選手やったことありました。すげえ。ほらもう何でも私こされちゃうから今私に振らなければよかった話やそれは。あの勇気なかったし、ごめんなさい、あのバタフライのフォームなら負けません手長いかなもうパワーそこだけ遠心力でってこう。あと4早っ。では今後の目標をよろしくお願いいたします。皆さん、ん？あ、私、私あれ、フューチャーレ、フューチャーレさんはフューチャーレインボーバタフライ。フューチャーレさんは、はい、失礼しました。ブログに書きますね、じゃあ、あの、ああいいね。どういうことしたいなみたいな。今ここで喋っちゃうと多分ね、この時間を使っちゃうから。ああいっぱいあるんだ。宣言しておきます。ブログで書きます。いいね。これで私はもう逃げられない。逃げられなくしました。あと2人でなんかしたいです。なんかしたい、なんかお仕事ってこと、なんでもいい、いいやん、なんでもいいです、なんかできる、なんでもいいので釣り上げられて、いいやん、そうしましょう。ブログを楽しみに。私は何、目標は、うーん、日向坂を有名にするブログでいつも書いてますね。あ、そうそう。とか、なんだろう、お芝居とか好きだから自分の好きなことをね、もっと磨いていきたいかな、素敵。とインスタグラムをよろしくお願いいたします。もうすこれがね、もうすぐ60万人記念みたいになってるね。なんか計画してらっしゃるんですか。おお、うん、あ、うん、なんか、あ、なんか期待させちゃった、もう匂わせ顔しちゃったかも私の反応はなかったということで、うんうんうん、ちょっと心もとも影美くんによろしくお願いいたします。お願いします。なんだっけこれ、あれだ、わかんない、なんだろう、え、あと2分何見てるかな最近 YouTube。東海オンエアさんとかあんまり見てるイメージないかも。私もずっと見てるよ。あとね、あのミュージカルとかの、うん、その例えば東映さんとか東宝さんとかが、うん、あのそのミュージカルの何コマーシャル映像とかを作ってくれてるの、アップされてて、それをめっちゃ見る。それが楽しい。舞台見に行くの好きなんですよ、舞台とか映画とか。撮ってください、ぜひ、はい、あ、ムクエナ、うん、チックさんとか見てます。見る、平成フリーゴさん、意外意外、意外見るよ、めっちゃムクエナさん大好き、見てます、楽しい、見てて。ねえ、3万2000人もありがとうございます。ありがとうございました。もうそろそろちゃんだね、そろそろ変なとこにちゃんつけちゃったありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。いや、アディショナルタイム私たちだって欲しいよ。そう、欲しいよ。でもね、終わらなきゃいけないから。楽しかった、三国に出会えて。あれよかったみたいな、ないんですか。よかったじゃないですか、流れ的に、ね、ここでよかった言わなかったらもうなんかやばいよね。出会えて逆に気まずくなるやつ。嬉しい、よかったです。そんな、はい、すいませんね、なんか
だもう推しにそんなこと言ってもらえて なんだよって感じですよね本当に。推し面です。そうありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。また日向坂と影美久にお願いします。ブログとかインスタとか見てね。また更新します。またやろうね。ショールームやりたい。やろう、やりましょう。ああれも載せよ、遊園地行ったやつ。そうお出かけ、去年の年始ぐらいお出かけしたんで、お出かけもお出かけ投稿写真で載せられてなかったので載せたいなと思います、はい、それでは終わりかな。 See you soon。 スクショタイムも何もしなかった撮ってくれたよねきっと。バイバイ。バイバイ。本当にバイバイです。